前回のお話、ここの画面は何も変わらないね。さあ、ザンクローネの体はバラバラにされてたらしい。そのバラバラな体が偽のメルサンディ村を襲ってた体たち。ね、そのバラバラにした諜報人魔女。魔女を倒しに行きましょう。多分そんな感じ。さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ドラゴンクエスト10オフラインバージョン2やりましょうか。はい。さて、さっきロボット会議でルートさんからアイリちゃんの体調があんまり良くないって聞いた。なんか思い詰めてるって言って、なんか悩み聞いてあげたらいいのにっていう。前回アイリちゃんが言ってたんだよね。私はもう長くないのって。ね、なんか長くないらしいです。マジかよ。体そんな弱かったんかっていう、ちょっと心配しちゃうんですけど。アイリお嬢様、食が細くなったらね。大好きなパンでさえ喉を取らないって。このままじゃ弱っちまうだね。そう、飯食わなきゃな、みんな。飯食わないと弱っちゃうからみんな飯食おうな、ちゃんと。はい、というわけで、こんにちはっす。わあ、ごほ。大太郎さん、心配して来てくださったんですか。魔女が現れ、村を滅ぼすと書かれたおじい様の童話の4話、あれからよく読み返してみたんです。そしたら物語の中に、魔女は鶏さんの声に驚き、逃げていったというシーンがありました。鶏さん、これが魔女の弱点。本当かよ。このエピソードが最後の希望。もしうまくいけばメルサニ村を救える。お願い、魔女が現れるという、木漏れ日広場の井戸に、鶏さんを連れてってください。マジかよ。レッドオーブ3個もくれんの。さあ、鶏さんを連れてきてっていう。滅びの運命を変えるために、私にもなんかできることがある。そう信じたい。私のお友達のラーシャさんに言えば、鶏貸してくれると思います。魔女と鶏。さあ、魔女がメルサンディ村を滅ぼすだろう。そんな風にね、書かれている絵本があるんですよ。ね、なんかその、絵本には、偽りの世界で起こった出来事とかが全部書かれてて、その第4話にはね、これから起こる未来のことが書かれてるんだよね。だけどね、その未来のこと何も教えてくれないんだよね。まあ、この子だよね、鶏って。卵先ちょうだいな、卵。俺卵好きだね。卵料理マジ好き。何でも食える。何々、アイリが鶏貸してほしいってオッケー。でもただでは貸さないよ。お父さんに頼まれたお使い代わりに行ってきてほしいな。ローヌ樹林帯の紅葉商店。だって。ピヨピヨマネっていう標高がよく育つマネを売ってる人がいるの買ってきてっていう。お金は後で払うからっていう。どこどこそれで、メルサンディ村出たところかなで、ローヌ樹林帯ってとこねえ、場所がちょっといまいちわからんけど、このマップになければちょっと探すしかねえ、マジで。根性で。はい。あ、あるわ。ここ南下川にローヌ樹林帯ってある。ちょっとそっちまで行きましょうか。よし、さて、真のローヌ樹林帯へ。偽りの方の樹林帯もこっち来たことあったっけ？いや、セレドの、あれだ、セレドの村だっけ？あそこに行く途中のとこだよね、確か。お、真の魔女の森って。魔女の森ってなんか真ん中にあるけど。おい、明らかにやべえとこじゃねえか、それ。魔女じゃねえか、魔女。魔女さんとは今度会うとして、とりあえず、邪魔や敵。宝箱だ。さあ、毒撃しそう。よし、まあ、とりあえず、ガッと奥まで行って、とりあえず魔女のやつだけでも、ね、登録しときたいよね、せめて。迷宮コインの破片、ありがとうございます。よし。絶対これ、後で来るだろ、ここ、魔女の森って、どう考えても。さあ、紅葉商店行きましょう。やっと着いたー。よし、さあ、到着でーす。ででんと。この人かな？ピヨピヨ来た！ねえ、私は古今東西珍しいものを取り扱っている謎の行商人、ピヨピヨさんだ。ピヨピヨマネが欲しい。お目が高い。一粒1414ゴールドだ。若者よ。このマニア一粒に、1414万チキンパワーが宿ってる。なんだその、チキンパワーって。ピヨピヨーって。1414ピヨピヨーって。その豆には、値段では測れない価値がある。俺、詐欺じゃないか。騙されてない俺。大丈夫？絶対騙されてると思うんだけど。はい。じゃあちょっと行きましょうか。君、あんなとこまで行こうと思ってた？敵結構強かったよ、あの辺。ねえ、ピヨピヨはね、よーし、渡してくれたら鶏貸してあげるって、オッケー。お使いってくれありがとう。1414ゴールド。ねえ。じゃあ、コッケちゃん貸してあげる。ありがとうございます。さあ、コッケちゃん受け取った。で、これどうすんのこれで。ねえ。コッケちゃんはね、この村一番の美声の持ち主。しかも、隣町に届くぐらい大声。めっちゃすげえじゃん、これ。これも持っていけばいいの？ちょっと、聞きに行こうか。アイリちゃんに。鶏借りだけど、本当にこれでいいの？ねえ。鶏借りられたのですね。こんな元気な鶏さんなら、魔女の出現、防げるはずです。木漏れ日広場の井戸に連れてってくださいっていうこと。本当にそんなで防げるのかっていうところやけど。魔女の弱点が鶏。本当かどうかわかんないけど、かけてみましょう。ベイダー様、魔女の弱点が分かってよかったね。なんでニワトリが弱点ね、鳴き声が苦手ところでしょうか。僕も近くで泣かれると驚きますっていう。ねえ、ラグス君はニワトリさんの鳴き声が苦手なんだ。私は朝が来たって感じで好き。ね、あくまで近くで大きな声だとびっくりするって話ですよ。おい、ラガス、お前魔女か。魔女の弱点、アイリーさんの言う通り、滅びの運命を変える希望かも。ねえ、そうだったらいいけどね、ほんと。ニワトリが弱点か。案外弱いのかもな。メルサンディ村を滅ぼうとする魔女がニワトリ怖がるなんて意外よね。なんかあったのかな、魔女。ニワトリが弱点なんでなかなかのポンコツですね。確かに。魔女の弱点が分かったらメルサンディ村を滅ぼしたりなんかしないわ。行きましょう、タイタラ。さあ、アンルシア姫。アンルシア姫は、メルサンディ村が大好き。ということで、木漏れ日の広場行ってきましょうか。さあ、これで、ニワトリを持っていくと何かが起こるんでしょうか。魔女が出てくるのかなねえ、魔女とバトルになるんでしょうか。ちょっとわかんないですけど。やってやりましょうよ。ねえ、さあ行きましょうか。木漏れ日の広場。はい。さて、木漏れ日広場。ダイヤは木漏れ日の広場の井戸の周りでコッケちゃんを解き放った。コッケちゃんを置けばいいの。黒いニワトリだった。コケコケコケ！マジ出てくるのかな、もしかして井戸から。やばいって。魔女？さて、うわ、出てきた魔女さん。たとえすべての麦を倒し、はい。水が干上がり、涙が枯れても。そういうなんか交渉があるんだね。魔女にも。メルサンディ村が滅びぬ限り、私の恨みは止まらない。メルサンディ村にそんな恨みあんのかよ。魔女さんです。永遠の夜とともに、魔女グレイツェル、参りました。さあ、グレイツェルさん、やってきたぜ。セクシーな服着てます。コケコケコケ。ほんま気になってないやん。すごい騒いでる。ゴキャゴキャ。いや、ちょっと3度目です。3度がきます。結構うるさいです。オッケー。あ、お、逃げんけど。私の弱点がニワトリだって思ったみたいね。違うの？そういえば。前に鶏の声を聞いて逃げたことがあったかしら。あったんだ昔。なんでだよそれは。何してんだよ。おい、パンに変えられた。逃げたのは朝の光が苦手だから。いや、朝が苦手なの。今は魔法で黒い雲を呼んでるし、弱点でもなんでもないのだけど。化け物だなお前。バギームーチョしてくんない？雲どかしてよ。パンになっちゃう？パンにされちゃうの？キラキラポンしとかなあかんな。きたー！英雄きたー！俺に何の恨みがあるか知らねえが、これ以上村に手を出すな！ザンクローネ！かっこいい。会いたかったわ。あんたは俺の体をバラバラにした上、その体を使って俺の村を襲いやがった。怒りで腹渡が焦げそうだぜ。怒りのザンクローね。自分の罪を棚に上げて私を責めるなんて。何罪って何したんだザンクローね。身も心もちっちゃい男。確かに体はちっちゃいけどさ、いいやつだろ。さあ、かりんとうできる。止められた。おい、やるなこいつ。なんかあったのかザンクローネ。何したんや。おい、負けたんかお前。あなたの罪のせいでメルサンディ村は滅んじゃうのよ。おい、何したんだ、言っとけってザンクローネ。おお、捕まんのかいお前。待て。また会いに来てねザンクローネ。何度でも会いに来て。スーパー格上じゃねえかこれ。わあ、いい蹴り。その時こそあなたの大切なものを何もかもぐっちゃぐちゃにしてあげる。何この人怖い。メルサンディ村まで飛んでったわ、あのザンクローネ。おいと止めるしかねえ俺が。さあ坊や、お家に帰って滅びの恐怖を伝えてくれるかしら。坊やなの俺が。坊やです。なんだよこれ、どうすんだよこれ。滅びるって世界は終わりだ。世界は滅びます。どうしよう。ザングロネさんの体をバラバラにして村の人を襲われせるくらいだもん。魔女は何するかわかんない。村に戻ろう。ニワトリさんが弱点じゃないなんてメルサニ村が滅ばされちゃう。ねえ、ザングロネさんの罪か、魔女と彼の間に何があったんでしょう。ザングロネがあんな遠く飛ばされるとはな、やっぱ魔女は倒せねえ。英雄より強いなんてあの場所にはがっかりですね。もうそんなこと言った場合じゃないでしょう。滅びの恐怖を伝えるなんて。でもアイリさんに相談する以外打つ手もない。戻りましょう。こんな話したくない。アイリちゃん落ち込むやろうな。アイリちゃんが考えついてくれたの鶏の話やったけど結局ダメでしたって話でね。もう村は滅びるって話しなきゃいけないわけやん。俺は辛いよ。どうしよう。ほんとどうしよう。ごめんなさい。なんとかなりませんかねえ、薄暗いっす。なんか夜になってるな、ここ今。さ、ちょっと、あ、鶏ごめん、パンになっちゃった、ごめん。ねえ、ごめん、鶏もう、鶏食べちゃった。パンになっちゃった、鶏が。焼き鳥になるわけじゃなくてパンになっちゃった、ごめんなさい。申し訳ねえよー。魔女の出現を防げましたか？え、魔女の弱点は、鶏ではなく、朝の光なんてこと、私の勘違いだったんですか。そんな何一つできない。運命など変えられないと神様はそうおっしゃってる。いや、ごめんなさい。精一杯頑張ってくださいに。なんか毎回なんか物もらってごめんな。なんか貢がれてるみたいになってるわ。ありがとう。次何くれるの？いつもありがとう。もっとちょうだい。どないしようか。この後ザンクローネもいなくなり村は滅びる恐怖。何もできてないのは私だ。ニセとシン両方のメルサンディ村、私は勇者なのにどちらも救えていない。こっち救えばええやん。アルシア任せろ。アイリさんに希望を見せてあげたい。お願い、みんな力を貸して。おう、私が勇者になれるように手伝うよ。なんでも任しといて。サンちゃんがねえ、なんか助けてほしいと願う時、助けてくれと言ったら俺は駆けつけるよ、いつでも。あら、旅人さん、アイリちゃんが塞ぎ込んでるみたいなのどうしたらいいか。ラペットじいさんに元気づける方法知ってるかも。ラペットじいさんならなんか知ってる。じいちゃん。旅人さんやアイリちゃんの様子がおかしいんだ。なんか理由知らない感じ。知ってますよ。ラペットじいさん、もう村は滅びるんです。ごめんなさい。どうしたらいい？井戸から現れる？そう。メルサンディ村が滅ぶ？もう滅びて現れたんだよ。もうどうしよう。もしやアイリちゃんは小さな英雄ザンクローネの物語4話を読んだのかね。ラペのじいさんも読んだことあるんだ一応。あの未完成の悲しい物語を。悲しいって言え。知ってる人は少ないけども、カンパニーには死んじゃう直前まで英雄ザンクローネの物語を書いてたんだよ。へえ。だけど時間が足りなくてね。なるほどね。カンパニーには望んだ結末にたどり着けないまま眠りについたんだ。なんか結末知らん？口頭で聞いてないか？ザンクローネが負けたまま終わるあの結末にアイリちゃんショックを受けただろうね。ザンクローネが負ける。でその後の話あるの？旅人さん、わしこんなものを拾ったんだよ。英雄って一回負けてそっから勝つよね。修行して強くなって今度は勝つみたいな、そういうもんじゃないの？なんとなくだけど、童話に出てくるザンクローネの魂の結晶グレンの大宝石に似ている気がしてね。それそうやで。ザンクローネやられてまたそれになっちゃったよ。希望を捨ててはいかん。この石を渡して、はい、アイリちゃんにそう伝えて元気づけてくれないかい？任しといて。さて、メルサンディ村のラペットからアイリにグレンの大宝石を渡して、希望を捨てるなと伝えて元気づけてほしいと頼まれた。オッケー、受けましょう。ありがとよ。任せとけ。お前さんはどこか童話の中の不思議な旅人さんに似てるね。本人です。本人ですよ。気づいてください。この大宝石を愛梨ちゃんに渡してきておくれ。おいっす。じゃあ行ってきますが。さて、6例の大宝石ゲットです。さて、小さな英雄、ザンクローニのクエスト。やっていきましょうか。さあ、このクエストをね、ちょっと受けて、ね、この村のクエストを進めていきましょう。もう何個目ぐらいだろう ?4 つ目か5つ目ぐらいだよね。結構やってるけど。もうクリアやないの、さすがに。おろ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 。寝込んでしまって、何日も食べていない。ねえ、何日も食べてないの。あれから何日も経ったのこの世界では。そんなバカな。大丈夫かよ。一日でも飯食わなければしんどいのに。やめてーって、何誘拐された魔女。あら、ザンクローネのお友達の坊やね。お前なんだよ。私いたずらうさぎちゃんから聞いてたの。あいつザンクローネが気に死んだはずやのに。バーニーとかだっけ。愛梨ちゃんやけちゃんというわけでこの子はメルサンディ村熱望前夜祭の生贄に捧げることにしたわ。なんだよ前夜祭って高野菜もするか。ザンクローネに伝えて。ザンクローネいないんだって今。もしもこの子を助けたければ、はい、南のローヌ樹林帯から続く魔女の森の野園館までいらっしゃい。またあそこにまあやっぱ魔女の森登録しててよかったっしょやっぱ。そこまで行きましょうか、頑張って。なんだよ、こいつ。ちくしょう、魔女め。許せん。ヒューさんも怒る。あれ、ご飯食わせたってや、魔女よ。俺の声が聞こえるか。かっこいい声聞こえる。やっぱりザンクローネ。受けた傷が深くてな。例によって、魂を結晶化させて回復してんだ。めっちゃ蹴っ飛ばされたもんな。魔女の野郎、愛理をさらうとは卑劣な真似しやがって。村人たちが騒ぎ出す前に、なんとかしねえと。助けに行くか。力を貸してくれ。おう。俺を、魔女の森へ。俺が運ぶのね。オッケー任して。いいぜ。よし、置いていこうか。ダイタラは、グレンの大宝石を大事にしまった。さて、英雄と勇者。そして、俺。来たな。伝説の3人組が揃った。俺いるかなねえ。これかな多分。森前。よし。さて、これで魔女の森の中入って、ちょっと頑張って攻略していきましょうか。頑張るぞい。森の中。あ、ここでやってるね。さあ、入ってみましょう。森の奥に来い言われたから、森もダンジョンなんかなこれって。実は。G の2のは。ダンジョンでございます。命が惜しくば、魔女の森に入ってはならない。どうしても行くならば、道を失いしとき、灯火をたどれ。ってことは、灯火たどったらゴールがあるってことですね。優しいゲームじゃないですか。ねえ。なんだこれ。でっかいこれ葉っぱか。あ、キノコだった。よし、さあ、森の中攻略していきましょうか。魔女の森。さあ、ここは一体どんなとこなのじゃ。宝箱があるな。めちゃくちゃ複雑やな、ここ地形。上下やばい。宝箱めっちゃあるし。なんか敵いるし。これ、いや、ちょっとめんどくせえぞ、これ。ここのダンジョン。まあ、ちょっとざっくりいっちゃいましょうかね、とりあえず。さあ、とりあえず敵倒そうか。天武装。シャドマル意外と弱っちい感じでしょうか。何がいいだろうな。ムーンサルト、聖剣爆撃、もう爆撃ドーン。倒した。弱いかこいつら結構。ね、煉獄火炎。燃えろー。いやー。燃えない。耐えたぞこいつら。許せねえ。グランドネビュラ。ネビュドーン。よし。ウィッチニール。弱かったね結構敵は。ああ、経験値も安い。めちゃくちゃ安い。普通にザコオブザザコオブザザコって感じ。ね。じゃあとりあえず行こうか。待って、マップもよく見たらめっちゃ目細けえんだよな、これ。だるいぞ、ちょっと攻略すんの。だりぞ、目。ちょっと待って。これね、周り見てたらね、この足元の敵が見えない。マジでこれやだ。ここ。ね。これ敵か、これも。ね、ちょっと宝箱もちょいちょいあるし、これ。ね、パープルオーブ。いいね、パープルオーブもあるし、これ結構大変ね、これ。この門って、あ、固く閉ざされてるもんですね。固く閉ざされてるもん。まあ、無視でええか、その辺は。よし。門ある、門開く、門って開くんかい。ちょっと待って、今の逆に開くんかいですね。わけわからん。まあ、違う。そうだ。迷った時はこのかがり火だっけ？かがり火かともし火か忘れたけど、を辿っていけって、偉い人が言った。偉い人が。偉い人が言ってたべ。ねえ、これ通りに行きましょうか。そう、だいぶ、見えてきたゴール。いいね。さあ、なんとか到着しました。野縁館。ね。ここに魔女がいる。ということで、やってきました。すっげえとこだな、ここ。これ、オンラインでも俺、ここ昔来たことあるはずなんだけど、もう何も覚えてねえわ、これ、さすがに。な。はい。ということで、中でイベントが起こるはず。グレイツェルだ！セクシーな服。待ってたのよ、ジャンクローネ。さあ、メルサンディ村滅亡前夜祭を始めましょう。何滅亡前夜祭って。宴の時間だー。なんか作ってる。あ、やばい。アイリちゃん。鍋に入っちゃうよ。ジャンクローネ。復活。ちっちゃいぜ。何あのハートの石。かわいい。てめえの汚ねえ手口にはヘドが出るぜ。今すぐその嬢ちゃんをおろせ。ダメ、今おろしたら鍋に入っちゃうよ。いい顔。あなたのその苦しそうな顔を見てると私満たされるの。なんだこいつ、変なやつだな、グレイツェル。それじゃあお待ちかねの今夜のディナーを紹介しましょう、ね。あ、晩ご飯なんですか？晩ご飯美味しいご飯でお願いします。いや違う、女の子やで。一つ目はじっくり煮込む惨めな村娘シチュー。おい、絶対美味しくねえだろ、やめろって。次は二つ目はプルンと新鮮英雄の心臓ボイル。おい、ダメだって、それ両方とも。そう、あなたの心臓よ、ザンクローネ。どちらを助けるか選ばせてあげちゃう。面白い思考でしょ。いや、これ苦しすぎるだろ。俺が女の子助けるから、ザンクローネで心臓だ助けね。壊れてしまって永遠に失われるの。お鍋を壊すぜ。あなたがもし娘を助けたら元の姿に戻ることも村を救うこともできなくなっちゃうわ。どうしたらいいんだよ、ザンクローネ。この選択肢やってみな。にっちゃ。それじゃあお言葉に甘えて。あ、どっち助けるの？サンクローネ。どっちも入ったー。自分も入ったーじゃない。違う、女の子。村娘。アイリちゃんの助けだ。聞こえてたんか？あなたが体を取り戻せば村を救えるのに。ちっちゃい。お前を犠牲にして手に入れる体なんざいらねえよ。そんな小さな体じゃ私と同じ。何もなすことなんてできません。サンクロイしちゃうでも強えんだぞ。なめんな。何弱気になってんだか。いいぜ嬢ちゃん、黙って俺の背中を見てな。男の器は身の丈じゃ測れねえ。背負った希望のでかさで決まんだよ。かっけえ。行くぞ。そう、やっぱりあなたは自分の体よりもその娘を選ぶのね。つまらない男。そのバカ面もいい加減見飽きたわ。そろそろ終わりにしましょうか。でも本当の体あったとしても負けたもんな、ザンクローネって。さあ、たまに乗ってる勝負かグレイスルー。さあ、茹で上がった心臓ちゃん、心臓ちゃん、苦しい鼓動を聞かせてちょうだい。これ心臓と戦うのか。じゃあ多分次は手ときて足と戦ったらしい。おーおーおお、なんか出てきた。うわー、出たな、ゴールデンスライムみたいなやつ。ハードボイルドドクンドドドドドン。なんだこいつ、絶対強えだろこいつ。魂すらもバラバラに刻んで全ての希望を絶ってあげる。なんだこいつ。そいつはもうどうしようもなく壊れちまって俺の心臓には戻りやしねえ。え、マジ？お前の手でひと思いにその化け物を葬ってやってくれ。俺がやるの？いや、この二刀流の剣にかけてやります。ハートボイルドだっけ。ハードボイルド、ハートだよな。ハートボイ、ハートがボイルされました。ハートボイルドそういうことかはい、というわけで、やっていきましょうか。グレイツェルとは戦わないの？グレイツェルさん。戦わないんだ。この後かな、さすがに。さあ、ハートフォールド。行きましょう。でででと。さあ、やっていきましょうか。転売しとく。いや、テンション溜まってからでいいよね。まずそれするのは。じゃあ、まずテーマ無双行きましょう。We are so sad, so sad. まあ、ぼちぼち。さまゆちゃん。さあ、まゆちゃんは爆裂客。とりあえず一滴にやっていきましょう。爆客。せい。いやー、テンションマックスなんでね、いい試し1900。さて、ここはね、しっかりとバイキルとしておきましょう。大たらくん最強。最強大たらまじまじ。さて、何系だこの攻撃。全然わからん。全然わからん。キラポンかな。とりあえずわからんときは、キラキラポン。はい、キラキラ、本来だらーん。ドゥーン。物理系、ルーカナ。おっと、ダルオか、こいつ。ダルオか、こいつ、ちょっと。ちょっとダルオかもしれん。それ、めんどいな、こいつ。さあ、爆裂結構もう一回言いましょうか。さあ、まゆちゃん、雑魚的用キャラクターって感じなんで、ちょっとね、ダストリとか、アンルシア姫とかに変えたいとこなんだけど、まあ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 、いいでしょう。さて、ちょっとめんどくさいね、こいつ。無限の風しとこうか、とりあえず。デバフ防御力ダウンしてくるんだって、ちょっとね、ダルメシアなんで。あとは、精鋭呼びしとこう、ちょっと。怖いのでね、いろいろと。バーニングハート。おっと、避ける。何系？今の魔法系かな今の。うわぁ、生体やられた。まあまあいいでしょう。さあ、大体のコントロールのテンションマックス前の前で、大体全部避けるな、攻撃。さあ、まゆちゃんの仕事終わりました。さあ、まゆちゃんはね、やること何かって言われたら、まあ、ハッスルダンス。超ハッスルダンスで、回復サポートですね。かわいい。さすまゆ。さて、これで、今の無限の風でよかったな。バイキルトしとく？まゆちゃんに。まゆちゃん、バイキルツ。で、ラグア掃除。もう一回声援とくか。はい、呼んで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 、抱いたら殴られて。ルカナバカ打ってくるのうざいなこいつ。うい、天無双。叩いたら偽ダビジ。さあ、まゆちゃんも殴っていこうか、このまま。聖剣爆撃ドン。いや、強い。これで結構めんどいな、これ。真ん中の2人がね、ルカナめっちゃ食らっちゃってるから、そこだけ若干ダルメッシュって感じだけど。さて、とりあえずラクオス自分にキラポンしとこう。よし。バーニーハード。魔法攻撃。痛い。バーニーハード2回連続でちょっとだるいか、それ。普通に痛いな。よし。さあ行きましょう、タイタラくん。不死鳥天舞いきます。最強技。いったれ。これがあるから、俺は強い。いったれい。7000、なんかでかならへんこいつ。でかなったぞこいつ。ちょっと待って、これね、ロストアタックしときたい、さすがに。うい、怒るのやめ。え、怒り消えてなくない？ちょっと待って、これまずいか。ちょっと一旦、いやでもこれベホイムでいい。ベホイム、よし。ベホイムナイス回収。押しつぶし、ドーン。キラポンが払いのけた。ちょっと待って、普通にだるすぎる。だる強いな、これ。行きましょう、もう一回行きましょう。さあ、まだまだ俺は強いやつ。不死鳥のごとく、天舞。うおー、すげえダメージ。さあ、だいぶダメージ入ったね、これ。これちょっとね、さすがにスーパーウルトラハッスルダンスしてみたい。スーパーウルトラハッスル。ダイダーだけだからダメージ食らってないのマジおもろいんだけど。ダイダー強くないねえ。これね、聖樹の風しときたいな。なんかワンチャン真相会心とかで。聖樹の風で聖樹の守り。で、ベホマラ行きましょう。で、キラキラ効果悪い効果払いのけたって出てたから、多分押しつぶし効果ダウンとかついてんでしょ、たまに。ほらー、フーレちゃんダウンしちゃった。キラポンマジで神か。さて、不死鳥ってばこれで終わらんかな。マジで強いぜ、この攻撃。いったれやい。天舞せいや。うらい、ナイスー。5000ダメージ。これ強すぎるだろ。これマジ強い。あ、レベル上がったこれ、もしかして。あ、ニコリースマイルしときゃよかった。さあ、フォレちゃんレベルアップ。ナイスー。やったー。じゃあ、かわいい。やったー。フラガスオチもレベルアップ。マユちゃんはレベル上がらず。力が湧いてきました。いいね。75とりあえず目標だから、当面は。75目指していきたいね。力がみなぎるぜ。やるぜ、俺は強いぜ。おいしい。で、これでいい？帰る？おお、ボイルされたハート。心臓をぶっ壊しました。ドクン、ドクン、ドクン。心臓壊したから。やばいじゃん。どうすんだよ。帰ってきたん、心臓壊れたやつが。ダイダラ。うそ、俺だ。心臓消し飛んじゃった。これで二度と元の姿に戻れないのね。メルサンディ村もおしまいよ。どうしよう。やっぱりあなたはいつだって誰一人何一つ救えないんだわ。いや、誰かは救ってきたよ。だから英雄なんだよ。なっただけじゃねえか。一番大事なもんやで。ハート、ハート。いやだった、強い役につれてさ。往生際の悪い男って嫌い。すべてを諦めて楽になりなさいな。グレイデンマジ強くね？大丈夫？指一本一本にメラがある。やばい。大の大冒険で見た。あー、エリちゃん大丈夫。背中見とこ。俺は諦めねえ。私、わかりました。おじいさまが書きたかったのは悲劇なんかじゃない。第4話ね。たとえ体が小さくても呪われていても病気で長く生きられなくても、どんな時も希望を失ってはいけないと。私に希望を持ちなさいって伝えようとしてくれてたんだと思います。おじいちゃん、その通りだぜアイリー。サンクローネ光ってる。これはお前のために描かれた希望の物語。どこ行った？お前が願ってくれるのなら奇跡だろうと起こしてみせる。頭の上で叩いてください。さあクローネさんこの構図何頭重いです。メルサンリー村に私に希望をください。おおザン・グローレが光り出した。なんだこのでかいグレンゼル体が大きくなった。あれいなくなっちゃった。お前の声が枯れない限り救いは必ず訪れる。かっけえ。俺は必ず駆けつける。嘘。なんで戻れたの？嘘か誠かおとぎ話か身をもって教えてやんよ。ザクロで行け。火炎切り両手剣だ。これ天下無双できる。全身全霊切り。うわー弾切った。爆発した弾。おお煙幕かよその弾。名残惜しいけど今日はこのくらいで許してあげる。おい逃げんなよこいつ。おい帰るんだ。帰ったぞあいつ。なんだあれは。おいせっかく元の姿を押すのにすぐ帰りやがったあいつ。ずるすぎるだろ。なあアイリー病気なんかに負けんじゃねえぞ。どんな時も希望は捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。かっけえなメルサンディ村。安泰だよなこんな英雄がいたら。さてザンクローネはグレイツェルを追ってどこかへ消えた。どこ行ったんだよ。ありがとう小さな英雄さん。これが第4話の物語やったんかな。第5話絶対どっかあるだろ幻の第5話。頭の中がないか。ザンクローネさんの物語はこれからも続いてゆくのですね。そやな俺もね。私決めました。どうした？私が続きを書きます。おいおいおじいさまが描ききれなかった希望の物語の続きを。みんな喜ぶぞそれは。物語も偽のメルサンディ村もこれで救われた。そういうことだったのね。ありがとうザンクローネさん小さな英雄。よかったねアンルシア。ではメルサンディ村へ帰りましょうか。うっすさあ帰ろうか。でもさっきのハートボイルドさこれか鍋があったとこだ。やっぱなんていうかさロストアタックで怒り状態解除できなかったよね。なんか四角い枠がついてる怒り状態みたいで初めて見たわ。初めてではないかもしれない。あれちょっとめんどくせえな。さあ、メルサンディ村帰ってきましたが、なんかすぐ、なんかイベント始まったね。ただいまー。あ、おじいちゃん。おいりちゃん。ああ、ラペットおじいちゃんだ。ああ。歯がない、ラペットおじいちゃんだよ。大丈夫かい？アイリーちゃん。元気？大丈夫です。私、もう大丈夫ですよ。病気は治ってないでしょ。でも大丈夫な。そうかい。寝込んでた愛理ちゃんが消えたってみんな大慌てだったんだよ。なんか普通に喋ってないラベットおじいちゃん大丈夫？でも旅人シャンがなんでそこだけはシャンなの？んだだねーシャンだよ。皆さんにはご心配をおかけしました。私助けていただいて少し強くなれた気がします。感謝してくれな。パン焼いてくれ、俺に毎日頼むよ。私パンパニーニおじい様の童話の続きを書きます。おお、4話の続きからだよ。パンパニーニも喜ぶだろうね。マイリお嬢様。あれ家の人や、おばちゃんやろ、家のおばちゃん。いたいた、おばちゃん。わ、足早い。よくご無事で。お部屋を覗いたら空っぽなんだもの。心配で痩せちまうとこだったね。痩せた方がいいんじゃないかな。うん、ごめんなさい、ルーデさん。私お腹が空いちゃって。何日もご飯食べちゃいに行ったよね。そういや、パン食べちゃーい。俺も。ああ、もちろんさね、もちろんさね。ルーデさんいい人やな、やっぱ。ありがとうございます。私にもお手伝いさせてくださいね。うん、これで無事に解決。きっと忘れません。でもグレーツェルは残ったままなんだけどな。ザンクルールの話の結末も。おじい様の童話を、あ、はい、小さな英雄さんの物語の続きを書き上げます。で書いたら続きが出あんのかな。あ、楽しみにしてます。幸せが多く訪れますよ。不思議な旅人さん。なんか俺のいいことも書いといてね。うん、ダイダラさんはいいやつですね。モテモテです。宝くじに渡りました。アホか。いや、頼む、書いてくれんかな、ほんとわがまま言わんから。のう、旅人さん。あ、うん。ラペットじいさんの宝石作戦は大成功だったみたいだね。そんな話あったね、そんな話。全然関係ないけど。すっかり元気になって。はい。本当によくやってくれたね。いや、感謝してほしいよ、俺は。しゃあ、おだちんだよ。しゃあ、じゃあって言え、じゃあって。しゃあ、さあなの、さあがしゃあになるんだよね、この人。ね。はい、というわけで、小さな英雄、ザンクローゲートです。マデュライト5個。少ねえな、いらねえよ、マデュライトなんて。拾えんだよ、その辺で。どうした？パニーニが残した小さな希望が、大きな希望となって。動き出したよ。いいことやね。物語はまだまだ続くんだね。よかったね、アンヌシア姫。本当だよね。あの村は作り物だったかもしれない。物語の村。でも村の人はみんな間違いなく生きていた。そうだよね。みんな生きてたよ。幸せであってほしいわ。うん。さあ、これでメルサンティ村の祭る物語は、ついに終わりました。振り子になんかパワーが溜まるんかな、これで。あら、エンディングのやつ流れた。そうそう。そうだそう、ドラクエこんな風に毎回なんか流れんだよ。黒い鶏が、鶏帰ってきてる、黒い子。よかった。パン、スライムパン食べたい。スライムつぶりとかすげえ芸術作品だろ、あれ。なあ、チョココロネ的なやつかな、あれって。英雄ザンクロネ。俺がいる限り、メルサンディ村は大丈夫だ。ザンクローネの物語は、これにて完結。続きは、アイリが書き上げる、はず。いいね。なかなかに、ザンクローネかっこよかったわ。やっぱ声がかっこいいからな。あ、来たー！運命の振り子になんかパワーが溜まった。ねえ、運命の振り子に少し力が宿った。振り子にをさらなる輝きで満たすため、他の地域を探そう。さあ、次が多分セレドだろうね。あの子供たちの町。でも大人がいるんだよね、真のセレドには。いやー、やっぱおもろかったな、今回の話。ちょっと声かけに行ってみるか。ねえ。痩せた？アイリーお嬢様は部屋にこもってなんか一生懸命使ってもらえるように何してるんだ。パンいっぱい食べてくださるから心配してないよって。パン食べてんだ。よかった、ちゃんと。ご飯食べてたら何でもいいよ。うん。ごほごほ。ダイダさんのおかげさまで具合もだいぶ楽になった。でも諦めていた。夢を見て大人になること。希望を持って生きていくこと。だけどパンパニーのおじい様はザンクローネさんの物語の中に希望をいっぱい詰めてくれたんですね。私はおじい様の後をついて、小さな英雄、ザンクローネの物語を最後に書き上げようと思う。いつかフィナーレまで書き終えた時は最初の読者になってくださいねっていう。楽しみだね。書いてくれよ。ザンクローネさんの物語はアイリさんが引き継いで、まだまだ続いていく。きっとこの村の大きな希望となってずっと続いていく。素敵なこと。そうだね、まゆちゃん。アイリちゃんが元気になってラペットさんも嬉しそう。アイリちゃんが書く物語はどんな話になるんだろうね。ね、俺のこと書いてくれよ、いっぱい。頼むよ。ザンクローネさんがアイリさんの心を勇気づけたことで、偽りのメルさんに裏を一つ取られることでしょう。勇気と希望を持って、守るべき人々のために迷わず行動する。彼のようにならなくては、ねえ、なんも見えへんからな、ラガー掃除は。勇気を持てよ。アイリアス、すっかり元気になったな。ガキはああじゃないってな。じゃあ、さっさと大魔王を倒して、この平和がずっと続くようにしねえとな、ダイだら。ヒューザーは子供が好き。間違いない。さあ、世界の異変とやらを探してたら、魔女の館みたいなガラクタだらけの場所をまた見つけたりできるんですかね。あそこガラクタだらけだよ。アイリさんが希望の物語を書き続けるなら、魔女が何かしようとしても、ザンクローネが何か助けてくれる。彼は英雄だった。私も勇者としてふさわしかるように頑張らなくちゃ。ね、アンルシアも頑張ってね、ほんと。アンルシアはまずレベル上げてくれ。間違いなく、うん。レベル上げて、俺と一緒に戦おう。な、英雄よ。英雄勇者よ。アイリちゃんがパパニーのも童話の続き書いてくれたので嘆きしてよかったのー。続きができたら紙も芝居にするんじゃっていう。新しい話増えるかもって。ほら、ワクワクしてきたぞだってな。間違いない。よし、じゃあ皆さん今回はここまでにしましょうか。さあ次回が、ついに、セレードの村行きたいと思います。新しい村で、その物語が何が起こるのか。ね。どんな話なんだろうね、次は。楽しみだね。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつぱよ。